本日は MSI2019 プレイノックアウトの模様をお送りしております。さてリクルートさん、2試合目はインパクト、まあ本当に文字通り我々にインパクトを与えてくれましたね。そうですねなんか滑ったみたいになったんですけど、滑ったんですよ申し訳ありません。まあ、でも本当にその通りだと思いますね、はい、いや彼の個人技によって一気に状況を、まあ、切り返したというようなそういった試合展開にもなりましたから、うん、ただ PVB としても本当に悪くないゲーム展開を作れてはいました、まあ、少々その集団戦中に、まあ、ちょっとアラが出てしまったりだとかということはありましたが、彼ら の, そのマクロの強さという部分も少しずつ見えてきたのかなというふうに思いますから、3戦目はちょっとわからない展開になるのかなと期待してますね。そんな中ドラフトをここから見ていくわけですけれども、ホームバッファローとしてはまあレッドサイド、難しいサイドでのゲーム3、ゲーム1もレッドサイドでしたけれども、そこから何か変えてくるとすればどんなこと考えられますかね。ジェイスに何を当てるかですよね。そのまあ1試合目ではファーストにジェイスを取られてしまって、少しサイラスで、まあ、序盤耐えるようなレーニングになりましたから、もう諦めて先ほどと同じように続けてサイラスのようなものを取った上で、うん、ビッコロ選手がしっかりと殴れる環境を作るドラフトに切り替える、もしくは、ナウル選手が先ほど使っていたルブランのようなチャンピオンでもいいので、しっかりとキルを与えることができる、そういったゲーム展開を作ることが大事だと思いますね。ドラフトの大筋は変えなくてもいいんじゃないかと。変えなくてもいいと思います。変えるとすればビッコロ選手がダメージを出せるチャンピオンを取ること、うん、これが大事ですね。コグマウと先ほどの試合の終わりにも言われてましたけれども、さすがにコグマウは今のメタだとちょっとリスクが高いですから、まあバルスであったりというような射程が長いチャンピオンですよね。あとはそれをしっかりとサポートできるタムケンチのようなチャンピオンを、うん、まあ、自分たちで取っておくというのがまあ大事なのかなと。まあ、ポンバファローはゲームはゲーム2タムケンチとバンしてきてますけれども、そこバンするのではなくて自分たちで使った方がいいんじゃないかと。そうなっていると思いますね。さあ選手の方映像来ております。まあ、まずは2ゲーム取って安心というような表情ですかね。まあそうでしょうね。ここで勝たなければもう来た意味がないと彼らは思っているでしょうから、一勝するだけで、プレインじゃないですね、グループステージへと、うん、駒を進めることができますし、まあ、ここで勝ってと、まあ、3-0 で圧倒的な差を見せて彼らとしては行きたいでしょうね。まあ、不安はないよというふうに 3-0 で、まあ、終えられるかということもかかってるでしょう。まあ、インタビューでもおっしゃられてましたからね、自分たち世界戦になると毎回負けてしまうんだと、はい、自分たちのリージョンでの強さを発揮できないというふうにおっしゃってましたから、ただ今のところは遺憾なく発揮できていると思いますからね。まあ、フォンブーバッファロー、ただまあ他のインタビューではフォンブーバッファローは強いけれども、まあ、3-0 で勝つよとも語ってましたよね。そうですね、かなり強気にも見えましたね。さあこちらはフォンブーバッファローサイドの選手の様子です。これリキッドじゃないですか。あ、そうですね、失礼しましたずっとチームリキッド映してましたね。まあここまでかなりいいプレー続いてますし、まあ、雰囲気的にもかなりいい。一方でフォンブーバッファローとしては、まあ、後がない、敗者復活があるとはいえチームリキッドに一勝でもしておきたいですよね。この 3-0 で、やられてしまったまま敗者復活戦に行くのと、3-1 で行くのとではまた大きな差がありますし、ここで勝てばそのままの勢いでリキッドを崩して自分たちが上がるということもありますから、いやこの試合、まあ、どちらにしても取っておきたいですね。さあこちらがホームバファローサイドですね。まあ、気を引き締めてというような表情でしょうか。ああ、そしてこれトップレーナー同士映されてますね。まあ、先ほどの試合でも本当にギリギリの僅差でデッドするかしないかというような駆け引きがありましたし、まあ、どちらが勝つのかというのは本当に重要になっていると思いますね。笑みがこぼれているのはジェンセンです。あ、もうこのままやってやろうというような表情でしょう。
さあそれではゲーム3のドラフトを見ていきましょう。ブルーサイドチームリキッド、レッドサイドフォンブーバッファローです。さあチームリキッド、まあ、サイド入れ替わってブルーサイドで、まあ、まずはイリリアと、まあ、リキッドとしては1戦目と変える必要はないですからね。あ、そしてフォンブーバッファローサイドもやはりタムケンチはバンということ続けますね。そしてモルガナ、徹底的にコアジェジェ選手、まあ、モルガナを取られてしまうとボットレーン崩壊してしまうのでということだと思いますが、おそらくビッコロ選手に何かリソースを注ぐ選択にしそうですかね。さあチームリキッドのサード番です。何か別の手を打ってくるのかフォンブーバッファロー。さあチームリキッドサード番ガリオ、やはりパレッテ選手のガリオを相当警戒されてますね。ゲーム1では空いたんですけれども、やはり使わせてダメだったということですか。まあそうですね、かなりダブルリスト選手、コア JJ 選手苦しんでましたし、おお、ジェイスをバンです。となると先ほどまでバンしていたブラウムは空きましたが、どうしますかね。サイラスもオープンな状態ですし、ファーストピックの権利はチームリキッドにありますが、おー、そのタリック、そうですね、フォンブーバッファローバンしてましたね、ゲーム1では。そうでしたね。そしてソナを取り上げる、やりますか。いや、ただこれソナ取り上げるのは難しいんですよね。いや、相当難しいレーンが要求されると思いますね。なんといってもソナ、今ガンクに対して非常に弱いですし、まあ、連戦強力ではあるものの、タイミングタリックということもあって十分サスティンはありますからね。なのでできないかと。ただまずバルスを抑えてきたんですが、それ以上にそのタリックが嫌ですか。自分たちがそのタリックに対して対策が取れていないということで、取り上げるしかない、そういった選択にも見えますね。まあ、チームリキッドとしては、まあ、そうするのであれば通常のじゃレーニングをしようよと。そうなると思いますね。ただバルスソナ、レーンだけ見ると本当に強力なレーニングが取れてますから、いや、トリスターナで W、 そして、タリックの E、 これを合わせて、はい、エンゲージしてやろうと、そういった組み合わせになってますね。そう、トリスターナロックイン、そして面白いチャンピオンです。ジェンセ使ってますからね、シーズン中。とジリアンにしますか。これはもうかなりトリスターナ、ダブルリスト選手を守っていく、そういったピックになりますか。いや、ただそうですね、フレックスにもなりますし、サイラスを優先したと。サイラスロックインです、チームリキッド。さあサードピックフォンブーバッファロー。まずはチームリキッドが仕掛けてきたこのゲーム3のドラフトです。フォンブーバッファローも対応してソナをロックしています。おっ、そしてここに来てライズを取ってきました。フォンブーバッファロー変えてきましたね。変えてきましたね。ただどちらが使うか、ゼロ選手は使っていない、ナウル選手も使いましたがあまりうまくいっていないような状況でしたし、このライズがきちっと出るか強と出るかですね。まあ、今までの傾向を踏まえると、まあ、やはりナウル選手が使うように見えますよね、このライズは。まあ、そうなっていると思いますね。さあそしてここからセカンドバンフェーズです。お互い見えていないのはジャングラーということになります。 XMC 選手の得意なセージャーに、あとどうですかね、スカーナーも非常に得意としてますから、そこも消しておいた方が良さそうですね。チームリキッドはリーシン。さあラスト番です、フォンブーバッファロー。 PVB としてはミリオダス選手、グラガスもありますし、ジャングルが消えるのは、まあ、かなり好都合だと思うので、ジャングルの消し合いになっても良さそうですが、そうですね、まあ、やはりそのジャングルの消し合いに臨んでいきます。スカーナーです。どうでしょう、リキッドとしては、まあ、レクサイが今のところ序盤から、かなり動かせるチャンピオンとして残ってますが、どうしますかね、消しますかね。さあかなり悩んでいます。おー、ルブラン、このライズトップと見てますか。そうですね、
ナウルのルブランを消してきました、警戒してきました。本部バッファローセカンドピックフェイズはレクサイ、まあゼロスのライズ見てみたいですけどね。まあそうですね、全く見たことはないです、想像つかないですからね。そしてここからチームリキッド2つピックが続きます。でレクサイに対して相性はキンドレッド、トリサンダーを守るという意味でも、まあ、かなり強力だとは思いますが、あーヘカリムにしますか。これも、まあ、眼空のプレッシャーという意味ではバルストーンに刺さりますし、かなりいいピックになってますね。さあそしてラストピック見せているのはアカリです。アカリサイラス、どちらも、まあ、トップレーンミッドレーンいけますし、いやーこれ相当ソナのポジショニング苦しくなりましたね。まあもうチームリキッドとしては無理やり取らせたそのソナをじゃあついていこうよと。レクサイを取っているのでソナーである程度フェイスチェックできますが、ソナ単体になった時にフェイスチェックの手段がないですからね、相当これ刈り取られますよ。さあラストピックは懸念、やはりライズはナウルが使いそうですね。そうなってますね。もう PVB としては全連、まあ、連自動で連が強いチャンピオン揃えてます。この有利を生かして全で押し込んでいく、これが非常に重要になりますね。そしてミリオダス選手が、まあ、隙を見て、ダイブのプレッシャーであったり、あとはヘカリムと 1V1 をして有利を作っていく、序盤からスノーボールしていく構成になってますね。対してのチームリキッドはどうですか。チームリキッドはレーンが、まあ、そこまで強いチャンピオンが揃っているわけではないですし、まあ、序盤はしっかりと耐えつつもボットレーン、トリスタンのタリック、W のをタリックがトリスタンにつけて E を使えば飛び込んでいったところにスタンが入るという非常に強力なコンビになってますから、それを生かしてヘカリムとキルを狙っていく、そういった構成になってますね。リグルさんも言われてましたけど、ポンブバファローサイドは全レーンプッシュするとなるとやはりガンクはかなり効きそうですからね。そうなっていると思いますね。そしてそこからキルが取れればバックラインに飛び込んでいく構成 T チームリキッド取れてますから、かなりポンブバッファローとしては、展開が苦しくなります。ガンクできれば一度も刺さりたくないですね。そのためにはメリオダスのレクサイソナーでと常にヘカリムの位置を把握し続ける必要がありますね。追い込まれたポンブバッファロー、それに対してチームリキッドはソナタリック、タリックを見せてソナを取らせるというドラフト組み立ててきました。このゲーム3さあ始まりました。 MSI2019 プレイインノックアウト、チームリキッド VS ポンブバッファローゲーム3スタートです。いやただしこれ本当に何度見ても全くディスエンゲージの手段がないので、入られたらどうするんですかというような構成にも見えますが、ただもう入られないように序盤から叩き潰すというのがポンブバッファローの構成になってますからね。圧倒的ゴールド差でということですよね。はい、どうです、具体的に何分までに何ゴールドほどつけられれば良さそうですか、ホームバッファロー。まあ、まずタワープレートをどれだけ取れるかというのが一つ指標になってくると思いますから、まあそうですね、14分15分までに3000は最低でも、いや5000欲しいですかね。そんなにですか。いや本当に欲しいんですよ。レートゲームになったタリックのアルティメットを持ったアカリ、サイラス、ヘカリムが突っ込んできますから、それを拒否する手段はないですからね。なので圧倒的な有利が欲しい。彼らの中盤のマクロやはり失速してしまうところがありますから、それを考えた上でやはり5000ゴールドほどは取っておきたいかなとは思うんですが、じゃあまずはそのタープレートを何枚獲得し、そのゴールド差がどこまでつけられるかというところ。そうですね、20分までにですね、15分で3000、20分で5000ですね。さあジャングルのスタート位置、少し面白い動きを見せていますチームリキッド。ボットレーンの連戦はもう絶対に負けるのでということで、おっとちょっとうまくいきませんでしたね。うまくいかなかったですね。ただレッドオフのリセットは入っていませんので、いやこれそういうことですか、まあ、ちょっと減ってますね。一応削れはしたので成功といえば成功ですが、さあこれで少しスピードが速くなります。この動きによってヘカリムに、遭遇しないようにレベル2を狙っていたと思いましたが、
まあ、ここで遭遇しないようにしっかりとジャングリングするということだと思いますね。まあ、X ミシーとしてはもうレベル6を急ぐファームを優先するということでいいですからね。まあ、それでもいいですし、このファームの有利を生かしてジャングルのルートをずらして眼光するというのもありだと思いますね。さあ、X ミシーが先ほどからミッドレーン狙っていく、入っていった。さあ、ノックアップ、ナウレ、どうする。ここにカバーに来るのはメリオダスです。ここは無理はしません、チームリキッド。これはもうラプターを飼っていたレクサを先ほど確認してましたからね。さあ、狙い通り。いや、もう早速フラッシュが落ちました。いや、これ何が凶悪かって、そのダブルリフトとしてはプレスアタック選択しているので、スタン中に無防備状態にしてダメージを叩き出すことが可能なんですよね。本当にこのデュオのエンゲージ能力というのは凶悪ですよ。いや、そして柔らかいですね、本当に。そんなとジャングル内でメリオダスとエクスミシーの 1v1、先に寄れそうなのはチームリキッドサイド。さあ、どちらが抑えた。これはエクスミシーが取っています。さあ、 2v2 の形になっているが、トップレーンからインパクトの寄りが早い。さあ、メリオダスにフォーカスを合わせて、ファーストブラッドはチームリキッド、なんとか1キル獲得に成功していますが、ナウルも捕まっている。本陣処理弦入っている。距離を詰めてダブルキル獲得はジェンセン、2位ストレートです。いや、ここはかなりうまくエクスミシーが時間稼ぎましたね。まあ、メリオダスとしてはやはりやらなければいけない、ヘカリムに対してプレッシャーをかけるという動きを徹底して行ってはいたんですが、ここのミッドレーンからの寄りという部分でもジェンセン選手勝ってますし、トップレーンからの寄りもインパクト選手が勝っているし、何よりスマイト勝負で勝てたというのも大きかったでしょうね。慌ててナウル選手もフラッシュで対応しましたが、ただこの時間帯に有利を取られたというのはフォンブバッファローとしては苦しいですね。有利を取らなくてはいけないサイドですからね、フォンブバッファロー。そうなってますね。さらにはジェンセンにこれブルーバフ、レッドバフ入りましたか。ライズシールドがあるので、まあ、明かりのプレッシャーに対してなんとか耐えることはできますが、ただこの勢いで Q を回されてしまうと連のプッシュの主導権負けてしまいますからね。いや、さらにエクスミシーフラッシュがない。ナウルに対していっている、ノックアップ。さあ、ダメージ与えていきます。いいダメージ、しかもオートアタックでのレッドバフ。あ、さらにはメリオダスがいる。このプッシュにいきます。メリオダスは引いていきます。いや、この攻防でミッドレーンの主導権がジェンセン選手に渡っているので、メリオダス選手としても強気なジャングリングというのが行えないですね。さあ、このコントロールワードはなんとか守っています。トレーンのコントロールを取り返したいというフォンブバッファローの動きです。ここで初めて、ウェブのプッシュを仕返すことで、あっとスタン入っていないが、フォア JJ フラッシュを切って前に行っています。さあ、その間にミッドレーンではメリオダスのロックアップからジェンセン後ショットダウンした。ナウルボットレーン来てますね。さあ、エクスミシーいないことを確認。狙いは当然パレッテのソナ。さあ、スタン捕まっている。まずはダブルリフトが1キル、ゼロスがテレポートを返しています。アルティメットないですよ。レベル5ですね、ゼロス。もうアルティメットないですから仕掛けられないですね。あ、ここでただレベル6になった。ナウルがミッドレーンから寄ってきています。タワーダイブ行くか、ホームバファロー。さあ、アルティメット雷撃の大嵐。スタン捕まってダブルリフトも取れれば大きい。さあ、これは取ります。フォンブーバッファロー2キル獲得、タワーダイブ成功。いや、しっかりと、おっと、まだいけますか。ポータルワープ、エクスミスにマナがありません。おっと、ミニオンだけ飛んでいます。ここはゴーストを使わせました。あー、一時は、ま、ゼロ選手アルティメット覚えてないのでどうなることかと思いましたが、しっかりとミニオンを消した上でアルティメット覚えてのダイブ、やはりジェンセン選手を取れたというのが大きかったですね。ミッドレーンでキルを取ってからしっかりとナウル選手を寄せてボットレーンにダイブしに行く動き、いや、非常に見事でしたね。まあ、ミッドレーン 2v1 眼光メリオダスが決めてカウンター X ミスボットを狙ったシーン。さあ、先ほどのシーンのリプレイ、ミッドレーンのまず眼光です。ここも正確に決めていきましたね。ジェンセン選手としてはちょっと先ほどデクサイが見えていたので下がりきれませんでしたか。そしてそのままボットレーンになる選手がダイブのプレッシャーをかけると、イグゾーストかかってはいるんですがもうどうしようもないですね。
さらにここから狙おうとしたんですが、ここはさすがに X ミスには届かないというようなシーンでした。まあ、あとはちょっとその前の仕掛けで、このリプレイの前の仕掛けでコア GG がフラッシュを落としていたというのも大きかったですかね。そうなってますね。フラッシュがあればいいが、当たっていた可能性も上がりましたからね。なんとかポンブバッファローとしてはボットレーンガンクを成功させてですが、トップレーンインパクト乗っ取った。雷撃の嵐、ゼロさんまだ上がっていない。裏からミリオダス入ってくる。このトップレーンのガンク決まれば大きいぞ。メリオダスレベル6です。アルティメットがあります。いや、ただここは無理はしませんか。まあ、ゼロ選手のヘルスも少ないですし、無理をする場面ではないですね。さあ、トップレーンにメリオダスが見えたということで、オーシャンドレイクを触っているのはチームリキッド。あーっと、ゼロヘルスがかなりない状況です。さあ、オーシャンドレイク獲得、チームリキッド。いや、ちょっとその先ほどのトップレンガンク、エクスミセイ選手の位置が隠しきれてなかったということで、メリオダス選手無理できなかったですね。まあ、そうですね。そこから、まあ、さらにはそのエクスミシー選手、まあ、ゴーストもない状況でしたが、ここから上がっていく上でまたガンクのプレッシャーが一段と増していくわけですから、特にボットレーン、このビッコロ選手とパレティ選手、相当警戒しなければいけませんね。ここはもうメリオダスがカバーするような動きにすら、切り替えています。あ、そしてインパクトがタワープレート獲得成功、4枚です。まあ、テレポート中ずっとタワー殴ってましたからね。これはトップレーナー同士での個人金額の差というのもかなり広がってきています。いや、ポンブバッファローとしてはガンクへ、ミッドレーンへという狙いになっていそうですが、まあ、依然としてナウル選手はミッドレーンのところで有利が取れてますから、この差といったところは生かしにかかりたいので、ダイブをされる前にナウル選手が動く必要があると思いますね。ボットレーン非常に強力な組み合わせでこそありますけれども、このポンブバッファロー CC はもらってはいけません。やはりそのソナノクレッシェンド、バルスのケガラの連鎖もありますし、 CC 的には問題ないですが、トップレーンエクスミシー、ここはコントロールワードにかかっています。いや、ちょっとゼロスがゾーニングされて苦しいですか。ただジャングル同士でかなり差がついてますね。そう、ただトップレーンからスペクターズオンスロート、これはただうまく避けているメリオダス。ポータルアップから駆けつけるのはナウル。メリオダスが雷撃の嵐、これはインパクトはキラーボイドでかわしています。さあ、先に1キル取っているのはチームリキッド。ただエクスミスティがローヘルス。さあ、そこを狙ってナウルが1キル、1ストレートの状況か。さあ、次のキルを取るのはどちらだ。ジェンセンとナウルの 1v1、 ギリギリのヘルス、インパクト、シールドをうまく使いながら、あ、ただオーバーロード、ナウル届いた。2キル目を取っているのはフォンブーバファローです。2ストレート、おっと、いった本心手裏剣、いや、ダメージわずかに足りていない。フラックス、オーバーロード、これ避けています。終わってます。そして消えた姿のジェンセンにしっかりと Q を当てています。ナウル、これで3ストレート。いや、これこの一連の動きで5キルですか。ナウル選手相当育ちましたね。いや、ここお互いに本当に過激素晴らしかったんですよね。いいで来るのであれば、まあ、ノックアップでキャンセルする、そしてそのアルティメットをかわして、さらにレクサイがアルティメットで、非常に高度な駆け引きが行われていたわけなんですが、エクスミシー選手もここで時間稼いでますし、いや、ただこの後ですよね、あかりに対してこの Q を打った後で大叩く強化したいんですが、離れすぎてしまうとやはりそのチェイスができないということで、まあ、あかりの特性をうまく生かしてナウル選手が同じ場所でずっとダメージを出し続けたことで、ジェンセン選手の大叩く強化といったところまでつながりませんでしたね。本当にわずか、おっと、インパクトが狙われている。あ、ただこれはなんとかタワー下まで逃げ切っています。いや、今のフラッシュ級当たっていればデッドでしたから冷静ですね。テレポート、ラ撃の嵐止めた。さあ、ボットレーンのテレポートだったようですが、1キル取ってチームリキッド、さらにそのままボットレーンダイブが決まっています。さあ、パレッテ挟まれている。ストップウォッチを使いますが、2キル取っているのはチームリキッド。
のところちょっとジェンセン選手の立ち位置というのを把握できていませんでしたがね、ボットレーンのダイブにすぐさまテレポートで反応しましたが、いやー、あかりの目の前でしたからね、止められてしまいました。テレポートがクールダウンに入っています。ナウル、逆にチームリキッドとしてはトップレーンサイドヘラルドのコントロールを狙っていた相手に対してすぐさまボットレーンでカウンターのダイブを作る、非常に綺麗な動きでしたね。なるほど、雷撃の嵐で止めてたんですね。インパクトがそしてキロ取っていたと。でここナウルが寄ってきてた、もうよくステップで受けますよね。そしてボットレーンのダイブを見て、ただ明かりがいたのはただ手裏剣で見えてましたか。見えてましたね。アルティメットで止められてしまいますからね。かなりもったいない動きにも、ね、とヘラルド前またしても集団戦起こっているぞ。さあこのヘラルドはどちらが取った。まずはクレッシェンド、ヘラルドピット内で残されているパレッテが捕まっています。さあビッグコロも捉えているぞ。チームリキッド2キル獲得、目まぐるしい試合ですがここもチームリキッドが上回っています。先にトップレーンサイドに寄せて PVB としてはヘラルドのコントロール取ろうとして、実際にこれ取れはしましたが瞳拾えてないですね。モンブーバッファローがラストヒット取ってますが、ただこの瞳は取れなさそうですね。いやー本当にチームリキッドの反応が早いですね。そしてまたしてもトリスタのにタワーのプレートといったところが入りましたから、ではミッドレーンナウルが狙われている。ガンブレードスロー、さあただここはメリウダスパレッテのカバーです。ミッドレーンの主導権先ほどまではナウル選手にありましたが、またあの一連の動きで今度はジェンセン選手に変わりましたね。いやこういったゲーム展開フォンブバファローサイドの方が得意なのかなと思ったんですが、チームリキッドの対応が素晴らしいというような状況ですか。まあ LCS でもかなりファイトが激しい試合よく起こりますから、そういった意味では慣れてそうですね。さあナウルが5キロを持って有利を取ったかと思いきやジェンセン5キル、そしてここからなんですよね、このそのの弱い時間帯というのは視界のコントロールですよね。しかもレーンで全く有利が取れていない状況ですから決着できないですし、非常に柔らかいチャンピオンですから、この視界のコントロールの際に捕まってしまうとまずいと。さあキラーボイドメリオダスに行ったが、ここは雷撃の裏で仕返しているのはゼロスです。スタンに捕まっているインパクト、これは少し無理をしたか。キラーボイドメリオダス飛び込んで、いやただここはうまいカバー、 X ミスイのチャージが入って11トレードに持っていっています。ただちょっとやりすぎてしまいましたね。味方はまだそのブルーバフより左の方でその後見合っていましたから、ちょっとタイミングがずれましたね。そのままマウンテンドレイクへ向かっていますチームリキッド。サウタータワーの獲得もチームリキッドです。さあ現在試合時間15分、グローバルゴールド差は4000ゴールド、チームリキッドが有利です。ここまでのところではかなりスノーボールという点でチームリキッドを上回ってますね。そして先ほども言いましたが、やはりソナというところで視界のコントロールが徐々にできなくなっていってしまいますから、131が強いということをチームリキッド考えても相当有利ですね。逆にフォームバファローとしてはここからどのように組み立てていけばいいですか。まあ一番分かりやすいのはバルスのアルティメット、そしてそのアルティメットを重ねて、からのキャッチだとは思うんですが、それをするにはやはりレクサイのソナーが一番重要ですかね。彼のパッシブのソナーを生かして敵の位置を把握しないと、やはりキャッチのプレッシャーというのがぐっと高まってきますから、パレッテ選手がキャッチされる率が高いと、彼が先頭になってリバーに入っていく必要がありそうですね。リスクはあるけれどもということですよね。はい、もうキャッチされるかもしれないということで押されてしまっていてはそもそもキャッチできないですからね。さあこういったキャッチを狙っていきたい、そのためにメリオダス構えていますが、あと一歩なんですが、前線前に出ませんか。まあ、チームメンバーボットレーンサイドにいますし無理をする必要はないですからね。ただ前からナウルが消えたタイミング、さあどうする。本心手裏剣アルティメット2回使ってしっかり逃げます。
アクカリの機動力の高さというところ、さらにはサイラスも機動力高いですからね。どちらも、うん、サイドレーンのところで機動力高くキャッチするのが難しいというのをうまく疲れてしまってますね。大豆がいますから対象してのスネアというところはありますが、そこから行かなければ意味ないですからね。そうなんですね。まずそれで捕まえるまでの射程に相手入ってきてくれないですからね。インパクトももうこの位置まで押せています。ホンブバッファローのボットサイドのジャングル、チームリキッドのワードの数ですよ。一つなんとかコントロールワードで消してはいますが、全くと言ってほど取れてないですね。いやこれではまあもうゼロスとしてもタワー下でのファンを続けるしかないですか。そうですね。今回しかもその 1V1 で強いガンブレードではなくプロトベルトにして集団戦に寄せてますから、それを考えるともう勝負戦を行うしかないというのがホームバッファローのこの時間帯のちょっと課題になってますね。なんとか視界を取り返さなくてはいけませんが、やはりこういった視界状況からもこのソナの弱みというところが見て取れますよね。そうですね。これがブラウムやタムケンシなど硬いチャンピオンであればフェイスチェックもできますし、自分から入っていくこともできるということで、より視界のコントロール取りやすくはなるんですが、まあ、全てはチームリキッドから仕掛けてきたこのタリックファーストピックが差し合いの展開にまで響いてきているというような状況です。さあただここはコントロールワードを置いてフォンブーバファローキャッチを狙いますが、ワードが置いてあります。さあそれどころかむしろエクスミシーが入っていこうかというような動きすら見せました。ここで相手を引きつけておいてボットレーンのローテーションになりますね。ただそれもやはりソナなので追いつけないんですよね。ついていけないですね。視界のコントロールも先ほどボットレーンサイドしっかりと取り切りましたから、これは見事なローテーションですね。いやボットのインナータワーローテーションでついていけません。フォンブーバッファロー獲得はチームリキッドです。さあミッドのインナータワーにそのままローテーションしていきます。とフラッシュインインパクトクレッシェントツーマンヒット。さあクレッシェント同タイミング返しています。さあインパクトはコズミックレディアンス間に合っている。さあコア JJ に必死にダメージ与えるんですが無敵状態。ただゼロスが裏から入ってきて雷撃の嵐、これは素晴らしい形だ。人数よりはホンブーバッファローコア JJ のヘルスもありません。追っていく3コア JJ、 さらにはキラーボイルで追撃を狙っていきます。ホンブーバッファローそのままエクスミシーも取った。3キル獲得はホンブーバッファローです。いやゼロス選手が苦しい中でよく裏から入れましたね。あれだけの視界があったんですが、あとは何でしょう、パレッツ選手のクレッシェンドがしっかりと同タイミングで入ってきてインパクト選手に対して刺さったというのも影響しましたかね。テレポートはジェンセンです。さあこのバロンダブルリフトジェンセン両キャリー残っている。いやあれあれないか。ホームバファロー引きます、引いていきます。ロケットジャンプで前に出たダブルリフト、そして上からはインパクト、ビッグコロが捕まった。さらにはナウルも捉えてダブルリフトのキル、2キル獲得チームリキッド。ホンブーバッファローとしても、もう唯一無二のチャンスここしかないというところだと思うんですよね。視界の状況、まあ、これ以降覆すことはほぼほぼ難しいですし、ここでバロンを取っておかないとということではあったんですが、やはりタンクがいないことによってヘルスがかなり減ってしまったことでバロンを続けられない、苦しいですね。チームリキッドこれでカウンターバロンになります。バロン獲得チームリキッド。さあ先ほどの集団戦のリプレイです。いやこのフラッシュによく反応しましたね。さらにはトリスタのタリックまでしっかりとスタンしていたので E を合わせることができなかったんですよね。 E のスタン、それでエンゲージしきれずに一気にチームリキッドとしては崩れたという、そういった展開になりましたね。からですよね、メリオダス選手のヘルスが相当削れてますし、エンゲージをする手段というのも先ほどアルティメットほぼ使いましたからない。そして入ってくるこのサイラスに対して何もできませんね。サイラスアルティメットクールダウン非常に早いですからね。さあバロン獲得チームリキッド。
さあこのチームリキッドはバロンを獲得してからのオブジェクト獲得率が非常に高いチームです。シーズン中は平均して 3.6 本のタワーを破壊、そしてバロンバフ中に平均して1個以上のインヒビターを獲得しているチームです。バロンパワープレート言われるゴールドの数値4000ゴールドでしたかね、平均値は相当の量のオブジェクトを獲得するということですからね。それほどまでにこのバロンバフの扱いに長けているチームでもあります。さあそしてなんといってもバロンを獲得したバロンを獲得しその半分獲得したバロンの半分はそのバロンでゲームが終わるというチームでもあります。まあ見えますよね、タリックのアルティメットを持って突っ込んでいくヘカリムの姿がそして一気に集団戦勝利してということも考えられます。本部バッファローとしては慎重にならなくてはいけません。そうですね、ゼロス選手のアルティメットをちょっとカウンターで使わざるを得ないですかね。もしくは相手がポジショニング取る前にバックラインの TP から1人捕まえるという選択も取れなくはないですが、視界の状況を見ても相当苦しいですし、ライズのアルティメットぐらいですか、バックラインに回られるのは。ポータルワープで後ろに飛ばしてそこからアルティメットですか。ただリキッドとしてはもう集団戦してくるのであればしない方のレーン2つインヒビタータワーを折るというような1対1の展開作れてますからね、冷静ですね。着実にこのインヒビタータワーを狙っていきます。さあどうするフォンブーバッファロー、どんどんとタワーが削られていきますよ。ここでちょっとローテーション変えましたね。トップレーンにジェンセン、ミッドレーンにインパクト、ボットレーンにダブルリスト、そしてコア JJ ですか。ここでやはり先ほどまでミッドレーンに配置していたジムたちをボットレーンに置くことでライズがボットレーンに来ますよね。さあここ入っていない、それを見て一旦ゼロス、ただバスターショットディスエンゲージ、さらにはコズミックレディアンスの無敵間に合っている、インパクトは乗っ取った雷撃の嵐でエンゲージを止めています。さあただこれなんとかインヒビタータワーを支持させることは遅らせてはいますか。ここはフォンブーバッファローとしても見事に耐えましたね。ゼロス選手がアルティメットで相手を威圧することでタワーを触らせずに下がらせる、コズミックイレリアンスも使わせはしましたが、ただゼロス選手のアルティメット効果なのでこれ以降仕掛けるということは難しそうですね。そうですね、このドレイクはチームリキッドのものになります。オーシャンドレイクです。これでオーシャンドレイクは2つ、ただよく耐えましたね。ボットレーンここで折られてしまっていたら次のバロンというところはもうほぼほぼフォンブーバッファローとしては触る選択肢なかったですからね。首の皮1枚つながったということですか。ただですね、はい、その明かりが育っているだけではなくトリスターナもいますから、レートゲームになってもリキッドの構成は相当強い、むしろスケールが止まらない、そういった構成になってますから、フォンブーバッファローとしてはもう真っ先にゼロス選手がダブルリスト選手のところに入っていって落とす以外の方法でちょっと勝つのが難しいですね。いやただそれを守るコア JJ タリックもいますからね。さらには自身でもバスターショットでゼロ選手剥がせますから、まあ、今バンシーが完成したのでそれを一度回避することはできますが、ただまあフォーカスを受けやすいチャンピオンではありますからね。フォームバファローとしてはただもうそれほどまで難しいことをしなくてはいけないという中で、さあクレッシェンド反転狙えるか、ジェンセン、これはゾーネの砂時計です。さあただインパクトがその間にボットレーンのインヒビタータワーの獲得に成功です。さあソナのアルティメットのみですか。ナオルがポータルアップからインパクト、ここはフラッシュアウトです。ここはまあフラッシュ使わせましたね。チームリキッドとしてもやはり相手いくらタリックのアルティメットがあるとはいえ AOE ダメージが非常に豊富な構成を考えて集団戦をしたくないということで無駄に当たらずにオブジェクトを取るという方法に切り替えてますね。さあ当たらずにこのトップレーンのインヒビタータワー
ただここはホームバファローとしても狙いに行く。前線まだフラッシュはありますが、そのフラッシュを使って逃げます。さあここはホームバファローは逆に当たっていこうという意思が見られますね。まあそうですね、もう懸念が通行完成してしっかりダメージ出る時間帯でもありますし、まあ、時間を引き延ばしたとしても自分たちはスケールで勝てるわけではないですからね。このタイミングしかないということですが、ここでバロンへのプレッシャーを強めてエンゲージ仕掛けていくのはチームリキッド。メリオダスがさあ時間を作る。横からゼロス、まずはゼロスのバンシーが剥がれた。いけませんか。いけませんね。さあその間にもバロンを触っていますチームリキッド。フォンブバファラも気づいて寄ってくるが、前線のプレッシャー、コア JJ も寄ってきています。さあどうする、バロンのヘルスは一度リセットが入ります。おっとインパクトが憧れたらスキルショット当てた。パレッテに対して雷撃の嵐があるのでフォンブバファラも前に出ることができませんでした。さあ人数差がある状況、前線がナウルに行った。チャージ入っている、ダメージは足りるか。コアズミックレディアス無敵になりながらダウルリストがとんでもないダメージを出してくるぞ。さあキラーボイドで時間を作ろうとミレタス試みますが、そのままダブルキルはダブルリフト。これは決まったでしょう。4キル獲得、チームリキッドです。残っているのはゼロスです。ここでパレット復活してきます。プレッシャーでももうないですからね。さあそのネクサスターを2本破壊し、残るはネクサスです。圧倒的強さでこのゲーム3勝利したのはチームリキッドとなりました。やはり手札の数が圧倒的に違うなという印象を受けましたね。そのサナタリックが当然使えるというのもそうですし、その他に取られたとしてもトリスタナタリックという今、まあ、ソロ級でそこそこ流行っている両コンビをしっかりと使える、まあ、戦略面の深さというところでやはり BVB とチームリキッドの間に大きな差があったわけですよね。試合内容を見るとおこれはいけるんじゃないか、惜しいという展開は何度もありはしましたが、まあ、結果 BVB はどれもスクイズ 3-0 という結果になってしまいましたからね。いや5大リージョンと言われますけれども、こんなに強いんですね。そりゃそうですよ。ずっとしかもこれだけのベテランが揃ってますから、支配感というところで圧倒的な差がありましたね。まあ、改めてになりますけれども、まあ、3-0 でチームリキッド勝利ということになりました。まあ、ゲーム3リクルスさんも言われてましたけれども、やはりドラフト面からもすでに圧倒的な有利を築いていたと。まあ、ポンブバファローも勝ちの目があるドラフトをあの中で最大限作り出していたと思いますし、狙いも分かるんですが、ただやはり難易度が高すぎるんですよね。それを実行するにはしかも格上相手ですからね、ハンドスキルでもやはりなかなか勝つのが難しい互角それ以上の相手と戦うわけですから、まあ、そういった面でも、まあ、かなり壁を感じたんじゃないかなというふうに感じますね。序盤はやはりフォンブバッファロー、まあ、かなり生き生きとした試合が、まあ、ゲーム1ゲーム2と続いた中で、いやただその中から逆転というか、まあ、自分たちの強さをしっかりと見せつけたチームリキッドが 3-0 ということになりました。まあ、これゲーム3の最初の方のシーンですね。ここもやはりレクサイが行うべき行動に対してチームリキッドの面々はレンガス苦しい中でもしっかりと先に寄れてますからね。そういった連携面というところもやはり大きな差があるように見えましたね。もうこの段階で大きな差がついてしまっていますから、バロンを強行した結果カウンターを食らってしまう。そしてやはりそのまま苦しい場面、これがブラウムなんかであれば氷河の烈火でここからカウンターというところも見えますからね。やはり取らされてしまったというところで苦しかったでしょうね。やはりそうですね、集団戦強いとはいえとこれだけアサシンが揃ってますし、ちょっとピール仕切るのが難しかったですかね。
バックラインへ飛び込み放題だったような最後のシュート打数にも見えましたね。さあダブルリフト選手、まあ、NA は少し世界戦国際戦ではあまり結果を上げられていないけれどもということを言われてましたけれども、まずは、まあ、彼らにとっての第一ステージを突破したと、まあ、幸先のいいスタートが切れたんじゃないかなと。I'm looking here. Damn, really bad way. I can get here. I'm good. I'm going. Sona, 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 Sona. Okay. He dead? I have ulti still. I can go first. All the place. E, two, four. We can go. Yeah, right. Right. Can it? First. Keep going.Bottom, top two. You can end. And top. Oh my god, guys, we made it! Holy shit! What? I'm trolling, actually. It's okay. I trolled. Everybody trolling. You know, we would have triple killed them top if I just hit my ult. What happened? Boys. I missed my ult. It was really cool. What? I don't want to talk about it. Jake missed his Yeah, I missed. I'm not gonna play.最後の集団戦の VC でしたけれども、まあ、的確なチャンピオンでのショットコールと、あとは何かアクシデントがあってですね、ちょっと聞こえなかったので、そうですね、もう1キル取れる予定だったんでしょうかね。さあそしてポストゲームブレイクダウンです。まあそうですね、やはりちょっと、少数戦で PVP が勝つところがあったものの、やはり集団戦のところでリクイッドがやはり圧倒していたというような形でしたね。さらにはこの試合を通してもやはりインパクト選手のダメージというのは凄まじいものがありますね。そうですね、16,520チーム内で1番、まあ、両プレーの中でも1番という数値を叩き出していますけれども、まあ、この3ゲームを通して非常にインパクト選手のやはりパフォーマンスは良かったですよね。そうですね、あれだけ育っていたジェンセン選手よりもダメージが出てるわけですからね。そしてこのゴールドディファレンスオーバータイムでもやはりホームバファロー序盤はというような結果にはなってしまいましたということです。はい、それでは続きましてですね、ベガスクワドロン VS フラッシュウルブスの試合となるわけですけれども、試合開始時間がどうやら少し早まるということですので、そのそちらの方をよろしくお願いいたします。それではインターバルに入らさせていただいた後、ベガスクワドロン VS フラッシュウルブスの試合を見ていきたいと思います。それでは一度失礼いたします。